オレクシー・ワレリー・オビチ・ホンチャルクは、ウクライナの政治家、同国首相、元弁護士で、2019年5月28日からは、ゼレンスキー大統領のかウクライナ、大統領府副長官を務めた。1984年、ソビエト連邦ウクライナソビエト社会主義共和国、チェルニーヒウ州ホロドニャに生まれる。父ワレリーは、ウクライナ社会民主党の党員で、 2002年ウクライナ最高議会選挙に出馬したが落選、翌年事故で死去した。ホンチャルクは2005年から弁護士として活動を始め、様々な企業で法務部門責任者を務めた。不動産開発業者の主要パートナーを務めたのが弁護士としての最後の仕事となった。2014年ウクライナ最高議会選挙で政党から立候補したが落選、選挙後に 経済省イーホルシェフチェンコと第一副首相ステパン・クビウの顧問に就任した。2015年、ウクライナ経済発展、貿易省アイバラス・アブロマビチュスがカナダと EU の財政支援を得て、国の規制勘弁化に取り組む組織、ブルドを設立し、ホンチャルクがブルド代表に就任した。2016年4月、ホンチャルクは、経済開発担当副首相ステパン・クビウと面会。 首尾は、ホンチャルクに公式に、顧問就任を要請した。2019年5月28日、ホンチャルクは、ウクライナ大統領府、経済開発、改革担当副長官に任命された。2019年8月27日、ゼレンスキー大統領がホンチャルクを、ウクライナ首相に任命する案を、ウクライナ最高議会に提出する見込みであることが、メディアで報じられた。 8月29日、ゼレンスキーは公式に、ホンチャルクを首相に指名し、同日、ホンチャルクは、議会で290票の賛成票を得て首相に、就任した。ホンチャルクは、首相就任時35歳であったことから、前任者ボロディミル・フロイスマンを抜いて、ウクライナ史上最年少の首相となった。2020年、ボロディミル・ゼレンスキー大統領を批判したホンチャルクの、 音声とされるデータが拡散し波紋を呼ぶ事態となり、ホンチャルク自身は捏造されたデータと反発したものの、1月17日にゼレンスキーに辞表を提出した。ゼレンスキーは辞表を受理せず移住し、続投することとなった。しかし経済は上向かず、ゼレンスキーに事実上更迭され、3月4日に首相を退いた。ありがとうございます。